はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲスト、ウクレレプレイヤー名戸山亮くん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。亮くん来てくれるとは。いやもう念願ですね。念願だって何年越しやろうね。いや本当ですよ。実はすごいね、昔からお友達でして、ね、はい、もういつやメジャーデビューされてますけど、その前からね。そう、前からなんで、いや6年、7年前、7年ぐらい前じゃないですか。で、今日はですね、りょうくんに素敵なウクレレをお持ちいただいておりまして、じゃじゃーん、かっこいい、りょうって入ってるからね、りょうって。で、これはですね、ウクレレって普通ね、あの素敵な音色がするわけなんですけども、今日まさかのマーシャルにつなぐっていうやつです。マジっすか。いらっしゃいませ。つなげたことある？一回もない。ですよね。いやまだね、ジャズコはあります。あ、ほんと。はい、うん、あとフェンダーとかもあります。うん、マーシャル、マーシャルはない。つなげましょう。アンプちゃん、今ちょっと温めてる間にあさせていただいて、はい、アンプ温めたりするんだ。そう、すいません、そんな知識ない状態で来ちゃった。いやいやいや、こちらこそ。ちなみにこれ普段どんな音色がするかっていうと、そうそうそう、あのりょうくんちなみにもうすごいんですよ。あのハワイのね、グラミー賞って言われてる、まあ、ウクレレの賞を受賞されてたり、あとまあフジロックとかもね、最近もう常連、なんか今年もはいね、ウクレレでフジロックもうすごい。じゃあ温まってきましたので、はい、刺します。おりゃー。じゃあまずはどうする、さすがにいきなりちょっとあれだから、クリーンチャンネルからいきます。はい、これ今もう繋がってるんですか？ね、これをパチってやったら繋がるんで。パチってやると繋がる。いきますよ。はい。パチ。はい。これ弾くと鳴る。鳴ると思う。あー、なるほどね。超気持ちいいですね。ちょっとね、これちょっといいのかな、ウクレレファンの人ごめんなさい、今日は先に謝っとこう。いうのもいいですね、なかなか、はい、大丈夫？もうめちゃくちゃ斬新。いきなりちょっとハイゲインチャンネルに行ってみようと。ほうほうほう、はい、うおい、これ一番ハイゲインチャンネル、これ大丈夫かな。おー、ハウリングしそう。イエーイ、いけんね、意外と。結構いい感じですね。これこれめちゃくちゃ楽しい。いけてるいけてる。あのさ、一個弾いてもらいたいのがあって、はいはい、ちょっとね、じゃあクランチチャンネルにしようかな。おう、クランチチャンネル、さっきの一番ハイゲインだったんですけど、ちょっとクランチでカッティングに合うやつだから、はい、なるほど。あのね、あれ、ウォークディスウェイ、あの、エアロスミスのやつ。それいいよね。弾いてて体自然に乗っちゃう。乗っちゃうよね。りょうくん、このマーシャルってアンプ、はいはい、リバーブがついておりまして、これをね、あげたいんよ。いやー、リバーブ大好き。じゃあハイゲインチャンネルにして、じゃあちょっとだんだん上げていくので、マックス。あ、めちゃくちゃかかりますね。これさ、めっちゃウクレレ、あの多分このチャンネル見てくださってる人って割とギタリスト、ベーシストさん多いと思うんですけど、ウクレレって弦4本じゃん、はい、これどうなってるんでしたっけ、ギタリストからすると。これ、うん、もうマーシャルにつないだ状態でじゃあ解説すると。一回クリーンするよ、クリーンにするよ。はいはいはい。1弦が、うんうん、ラ、はい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 、で今ちょっと半音下げてるんですけど、うん、チューニング、うん、だからあのフラットになってるけど、はいはいはい、一応ラミドソ
ソドミラ GCA ってなってて、はい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 、で、これギターで言うと、うん、5カポの下の4弦のそういうことね、さらに一番上の弦が1オクターブ高いという、はい、これ分かりましたでしょうか。5カポにして、で 1,2,3,4 弦なんだけども4弦だけオクターブ上です。あ、なんですよ。それがやっぱウクレレのあの標準のチューニング。そうなんです、ね、だからギタリストの方がウクレレ持って弾こうとした時にこう、うん、ってなるみたいな。そうね、ルートじゃないんだね。そうなんです。だからあんなにちょっと爽やかなふわっとしたサウンドが、そうそう、結構こう軽やかな感じになります。あのね、世の中にあのエフェクターって、まあ、リョークもエフェクター使ってるから知ってると思うんですけど、バリバリ使ってるから知ってると思うけど、はい、エフェクターというものがありまして、はい、こちらにあるんですよ。じゃーんじゃーんみたいな、こういうのちょっとつないでいこうかなと思いまして、前にあるエフェクター見てて、自分に馴染みのないエフェクターとかもよく見るんですけど、これもあるから、ね、楽器屋さんとかで。そうだけど繋いだこと一回もないです。じゃあウクレレのビッグマム絶対やりたいよね。これちょっと繋いでいいじゃん。もちろんです。これよく見るけど本当に一回も繋いだことないんで、マーシャルと一緒に。やろう。はい、刺した。これどうなるのかな、マジで。ちょっと音量下げとこ。怖い。怖い。OK、 よっしゃ、行くぞ。行くよ、はい、ビッグマムってこっちのファズなんですよ。ほうほう、ファズって何なんですか。ハズってね、はい、あのめっちゃリズムグエグエっていうやつ、歪みの歪みなんです、ね、歪みにもいろんな種類がある。そうなんですよ。ちょっとこれいきますよ。じゃあちょっとリョーク弾いてもらっていい、なんか、はい、これさ、でもさ、はい、ウクレレでファズでさ、はい、弾いてる動画僕見たことないんだけど、やってる人いないよね。まあ僕もないですね。いや、続いてはですね、こちらのディレイをつなぐんですけれども、マーシャルのアンプにはですね、あのセンドリターンというものが、その端子がですね、はい、ついておりまして、はいはい、これをセンドリターンにディレイをですね入れてみようと思います、はい、これセンドリターンに入れますと、今ねアンプでちょっと歪みをあの今回作りますので、まあ、その歪みがかかった後に、まあ、ディレイがかかるという形になっております。ここをポチッと押すとですね、センドリターンがオンになるので、オンにしてみます。ほい、ディレイだ。めっちゃ楽しみ。心地よいね。いや、なんか全然良くない、これ。めちゃくちゃいいです。今アンプはちなみにですね、クランジチャンネルで、ちょっとドライブさせてるんですけども、今ちょっとね、リョウ君の演奏を聴きながらドライブ量を下げて、はい、なんかどん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 曲の雰囲気に合っていきました。ユージンさんライブの時とかにずっとついててほしい。あ、まあ、ついてて僕が飲むを。リクエストあるんだけど、あのね、M ステの曲やりたいの。おいける？ちょっとね、つなぎ替えていい？それ、ちょっと待って。はい、つなぎました。まさかのライム登場、フォーカス NX。これ、ウクレレにつなぐ日が来るとはね。いやー、これは何なんですか？中域をちょっとね、キュッてブーストして、はい、ちょっとね、あの、このビースの松本さんのサウンドに、まあ、近づけるような音も作れるということで。なるほど。つないでみました。ウクレレからフォーカス NX。その後、マーシャルに行って、センドリターンにディレイ。という感じです、はい、じゃあ一回ちょっとこのフォーカス NX オフで普通にフレーズを弾くと、はい、そうそうそう、これねオンにしますね、はい、はい、
じゃあこれで合奏というかですね、行ってみたいと思います。じゃあどうぞ。これは熱いね、はい、いやーありがとうございます、はい、どうでした今大丈夫でした大丈夫大丈夫大丈夫、はい、はい、無事にマーシャルの旅を終えて、はい、いやー楽しい旅でしたね。いや楽しかったですね、はい、でちょっとせっかくウクレレプレイヤーのリョウ君に来ていただいてるんで、最後はさすがに生のウクレレの音色を聞きたくてここにマイクマイクマイク立てております。はい、ありがとうございます。じゃあぜひこれで心を癒して今日は終わりたいので、はい、じゃあなんか素敵な一曲いただいても、はい、やってみます、うん、癒された、全てが癒されたわ、ね、今もうファズとか全部ふわーって飛んでいきました。今日はスペシャルゲスト中山亮くんでした。もう本当にありがとうございます。概要欄にいろいろ亮くん関連載せてますので、ありがとうございます。ツイッターもぜひぜひチェック、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はスペシャルゲストウクレレプレイヤー中山亮くんでした。ありがとうございました。中山亮でした。ありがとうございます。また動画でー。